はい、どうもパテマス協会でございます。本日はカレーホルモンカレーラーメンです。塩ホルモンのタレと鍋、塩ホルモン鍋のタレとそこに醤油とウイパーちょっと入れて、そこにカレー塗る半かけ入れました。で、あんかけに軽くしてます。入ってるのは水菜とネギと天かすです。はい、でごまなかったけど、鮭フレークとご飯です。多分いちごあるかないかぐらいだと思います。いただきます。混ぜよう。ちょっと混ぜなあかんわ、麺が。鍋用なんで多分しっかりしてると思うんですけど、麺もちょっと固まってるな。大丈夫かな、大丈夫かな。もっとしっかり茹でた方が良かったのかな。あんかけないちょっとね、ドロッとしてます。ホルモンもまあちょっと少なめに入れました。そんなにいらなかったんで、風味が出るよね。うん、いかんの。あ、いいぐらいのとろみだ。うん、混ぜよう。しっかり混ぜとこう。で、カラカラウオの、カラカラパウダーと、唐辛子がかかってる七味焼き、唐辛子か七味焼きがかかってる胡椒も一応かけます。はい、ではいただきます。いただきます。ラーメンライス多いな最近な。固まってんねんな。なんなんやろな、あんましほぐれてない。まあいいか。うん、めちゃめちゃうまい。あ、めちゃめちゃうまい。うん、うまい。うん、このまま美味しいです。すげえ麺が固まってる。ほぐれてないね、全然。茹でてはちゃんとなっていいんやけど、生麺系のやつを冷凍しちゃったからか、固まってますね。うわ、もうすでに飛んでるわ。うん、蒸し暑いな。うん、また昨日からエアコン入れ始めました。
麺を2玉使ってます。ちなみに最近夕飯ほとんどここ3日ほど食ってないですね。昼飯食いすぎなんで、頭が遅かったりとか、今1時なんで、もしかしたら今日は夕飯食うかもしれないけど、うまいわ。味的にはカップヌードルのカレーラーメンに近い。塩ラーメン、塩鍋にウェイパーに醤油ちょっとにカレールー半かけで、絶対こういうラーメンでほんのちょっととろみつけとく方が美味しいですよね。うまかった。飛んでるかな。言うこと飛んでないか。うまいこと黒いとこ行ったんかな。というわけで、また雨や軽く汗をかいて食べてしまったポテコサ協会でした。美味しかったです。というわけで、ごちそうさまでした。ありがとうございました。